はい、大正大学文学部歴史学科の佐々木道郎です。今日は歴史学科の紹介をさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。で、あのまず歴史学科の紹介ということなんですけども、あの歴史学科 というわけですから、歴史学って何なのかということをまず皆さんに紹介したいと思いまして、で皆さんは高校までに歴史というまあ日本史世界史という教科を学んできてるんじゃないかなというふうに思います。でじゃあ歴史学とどう違うのかということをまあ、ちょっと紹介したいと思うんですね。まあ、高校までの歴史というのは歴史に関するまあ教科書に書いてある知識を学んでくるということをまあ、基本線やってきてるんじゃないかなというふうに思います。 ですので、どうしても覚えるという部分が出てきて、きちんと覚えているかというようなことで試験に出て、で暗記教科というようなイメージがついているんじゃないかなというふうに思います。でもちょっと考えてもらいたいんですけれども、じゃあその教科書っていうのは誰が書いてるんですかね。あの教科書本に書かれている歴史的な事実とかイメージとかっていうのは誰が書いているのか、あるいはそれは本当に正しいのかっていうのが実は考えてみると疑問なわけですよね。で。 大学で学ぶ歴史学というのはあのそういった本に書かれているあの歴史的事実が正しいのかあるいは歴史像が正しいのかということを自分で調べてみる。で本や論文を読んでまず明らかになっていることを知るとともに資料を読みながらそれが本当に正しいのかということを考えていくということを勉強するんですね。であと まあその手やっやり方っていうのを勉強していくっていうのも一つのもつ重要なな勉強になりますで,ですのでそういった歴史的事実とか歴史像を究明するというのが一つの重要な勉強になってくるというふうに思います。そして、まあ、4年間でですねあの勉強を続けまして自分なりに歴史の事実を発見とか発表していくで自分なりに歴史像を作り上げて卒業論文としてまとめ上げるというのが勉強ということになると思います。 でそして歴史学科の特色というのにちょっと触れておきたいと思うんですけれども、まあ、大正大学はあの高柳光利先生という方があの基礎を築かれましてでその先生の築かれたですね議論というのは資料に基づいてあの思想とか理論に基づいて歴史を明らかにするというわけではなくてで資料に基づいて実証的に事実を丹念に調べていこう。でそれに基づく、まあ、本当の歴史を 明らかにしようという学問になりますで、それをですね。実証私学と呼ぶんですけれども、それが伝統ということになります。そして、まあそういう実証私学に基づきながら何に力を入れているかということになります。けれども、あの少人数のまあだいたいですね。10人から20人ぐらいのあの1人の先生に。 えっと学生が、まあクラスとしてついく、つく、まあゼミと呼ぶわけなんですけれども。ゼミ、ゼミとして、一人の先生について勉強していくということを力入れています。で、まあ要は身近に先生と接してですね。勉強していくというのが、まあ基本ということを、まあ心がけているという状況です。で、そして、さらに現地に行ってですね。歴史的なことがあった現地に行って、あの確認していく。 であるいは新たな事実を発見するというようなことをフィールドワークとして取り入れてましてで、まあ、学生高校がやるとともにゼミ合宿としてですね先生と一緒に合宿したりするというようなこともやってたりするということになります。であと学科の構成なんですけども、まあ、全体像としては定員がですね大体1学人で160名います。ただまああの年にによってコ、ね、コーーススごと,にコースごとに人数がが増減があるんでですけれども日本種コースでは 約110名が毎年入ってきますで東洋史コースは約20名文化財考古学コースは約30名というのがまあ大体平均になるかなというふうに思っています。であとそれのまあコースに就く先生としてはですね先生が日本史コースは10人で東洋史コースでは3名3人ですよね。で文化財考古学コースはまた3人ということで,で多くの あの160人の学生さんに16人の先生というの他の大学ではなかなかない構成になっていますので身近に先生に接しながら学ぶことができる学科になっているということですでこれは一つのまあうちの力を入れていることになると思いますでそしてまあ卒業に向けてですけれども卒業に向けて取得できる単位としてはあの中学校高校のですねまあ社会科地歴科公民科のまあ教員免許 であと博物館の学芸員なんかでとして働くための学芸員資格でそして図書館のに勤めるための司書さんの資格などが取れるということです。で卒業生はさまざまな分野で活躍してますんで是非ですね皆さんには大正大学にまあ受験してくれてですねあの入学してくれて一緒に勉強してもらえればというふうに思っていますでしいょう、はい、以上です。